好啦，又要你睇埋支箭佢啦。咁就睇下你先啦。よ、アスナ、何してるんだ？ちょっとアイテムの整理をしてたの。ユウキたちからもらったお花が他のアイテムに埋もれちゃわないようにって。ああ、そうだったのか。でもあの花、本当によくできてたよな。二人で頑張ったって言っていたもんね。その気持ちが嬉しかったな。私、勇気に負担をかけているんじゃないかって落ち込んだりもしていたし。言ったろ、そんなわけないって。うん、あの時私が勇気の支えになってるって言ってくれたでしょ。それを聞いて、みんなそれぞれ違う人の支え方があって、私は私なりでいいんだって思えたの。それで気持ちは伝わるんだって。ああ、確かに伝わっていたよな。あのお花、やっぱり出してみちゃおう。本当に綺麗。ああ、思いの結晶って感じだな。この花はデジタルデータだから枯れることはないけど、みんなの思いも同じように枯れることはない。これからも続けようぜ、稼働部の活動。もっと部員を集めてさ、エギルがフラワーアレンジメントをしている姿とか、かなり貴重じゃないか。でも隠れた才能を持っているかもしれないよ。これからもみんなと遊んだり冒険したり、いっぱい青春しないとね。青春か、ストレアには毎度うまいこと乗せられちゃうよな。うん、これからもみんなで充実した青春ライフを送ろうね、女子高生みたいに。なあ、で、俺は女子高生じゃないけどな。我相信女子高中生唔会好似你哋咁成日挂住打机啊。やあ、フィリア。あ、キリト、今ちょうど呼び出そうとしていたんだ。俺に何か用だったのか？うん、正確にはもう一人すでに呼び出した人がいるんだけど。で、ちょうど来たみたい。どうもです、フィリアさん。もう一人ってリーファのことだったのか。例の連続クエストを手伝ってもらうために呼んだの。いよいよクエストも佳境なんだ。だからみんなでやろうと思って。ついにクリアですか？楽しみですね。そういうことなら俺も協力させてもらうよ。ありがとう。それじゃあクエストをクリアしに出発。さあ、目的地に到着したよ。目的地ってマーケットエリア？うん、ここで闇市が行われるんだって。もちろんクエストの中での話だけど。闇市か、怪しいものが取引される場所ってイメージだな。もしかして盗まれた絵画も？その通り。盗賊団の奴らがここで盗んだものの取引をするっていう情報をつかんだの。なるほど、その取引現場を抑えるってわけか。二人とも怪しい動きをする NPC を探して。きっとそれがクエストキャラのはずだから。了解だ。わかりました。さて、どの NPC がクエストキャラだ？
あの串焼き屋にいるのは違うか。あっちのクレープ屋のも違うな。ねえ。ん？なんだ？さっきから食べ物屋さんのところばっか見てない？いや、盗賊の奴らも闇市の前に腹ごしらえしているかなって。二人とも、あそこを見て。いたか？うん、あそこにいる人、怪しい包みを持って歩いてる。あの大きさからして、絵画っぽいですね。よし、フィリア、あの NPC にコンタクトしてみるんだ。わかった。フィリアさん、突然襲われたりしないかな？それはないだろう。ここは県内だし。でも、クエストも大詰めって話だし、戦闘が起きそうな気はするんだけど。それがあるとすれば、フィールドまで移動して。あ、待てー！盗賊の奴らが逃げたみたい。クエストが進行したみたいだな。おそらくフィールドまで出るはずだ。追いかけよう。うん。よし、追いついたわよ。もう観念して絵画を返してください。くそ、こうなったら。笛？もしかして仲間を呼ぶつもりかな。モンスターがポップしてきた。仲間は仲間でもモンスターとはな。きっと笛でモンスターを操るっていう設定なんだろう。とにかく倒しちゃわないとね。二人とも戦闘準備。了解です。よし、行くぞ。フィリアたちは平気か？リーファ、スイッチ。はい、やーっ。よし、リーファ、お見事。ありがとうございます。クソ、なんてやつらだ。さあ、これでモンスターは全部倒したわ。絵画を返してもらいましょうか。わかった、降参だ。この絵は返す。また盗む気なんじゃないの？一度足のついちまった獲物には手を出さねえのが俺たちの決まりだ。あんま信じらんないけど、まあいいわ。絵を置いて早く行きなさい。見事絵画を手に入れられましたね。うん、これを貴族の人に届ければこのクエストもクリアのはずだよ。よし、早速町に戻ってその絵画を届けようぜ。はい、取り返してきましたよ。おお、本当にありがとうございます。この絵画は亡き父が母を描いたものなんです。へえ、そうだったんだ。かつて貧しい生活を送っていた私たち一家は、その日を生きるために必死でした。父の描いた絵もまた、生きるために手放したものの一つなのです。それから数十年経ち、父の作品は世に認められ、価値あるものとして扱われてきました。そんな時、この絵に出会うことができたのです。この絵に深い思い入れがあったんですね。
この人にとってこの絵画は取引される値段以上の価値があるんだよ。お礼がまだでしたね。私のコレクションをお譲りいたしましょう。どうぞ、この3つの中から1つをお選びください。お、ついに報酬選択が来たぞ。やりましたね、リリアさん。ようやくお宝とご対面ですよ。うん、この瞬間を待ちわびたよ。換金アイテムの金の杯、それから高性能な鎧、そしてステータス上昇の指輪、言っていた通りだな。よし、それじゃあこの金の杯をもらいます。え？それにするのか？わかりました。それではこちらをお受け取りください。この度は本当にありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。あのフィリアさん、ステータス上昇の指輪をもらうって言ってなかったか？うん、あの時はね。じゃあ換金して他に欲しいものを買うとか？違うよ、この金の杯は売ったりしない。ねえ、この金の杯ってさ、なんとなく優勝カップに見えない？優勝カップ？どういうことだ？じゃあ教えてあげるよ。それではこれよりリーファ選手の表彰式を始めます。え？リーファ殿、あなたは頑張って私の応援に応えようとしてくれました。あなたのその優しさを称え、これを賞します。あの、これは？受け取って、リーファ。怪我をして試合に出られなくなった時、私に気を使って明るく振る舞ってくれたでしょ。ああ、そんな優しいリーファに私の気持ちを伝えたいなって思ったの。私はこれからもリーファを応援したい。リーファの力になりたい。フィリアさん、応援していいかな？そんなのいいに決まってます。私これからもフィリアさんに応援してもらいたいです。それでフィリアさんに勝つところを、私に勝つところを見せてくれようとしていたんだよね。ありがとう、リーファ。そんな風に思ってくれていたなんて、すっごく嬉しいよ。なのに、怪我しちゃって、悔しくて、申し訳なくて。一人で辛い思いを隠していたんだよね。本当に優しい子だな。ほらほら、表彰式なんだからもっと嬉しそうにしなきゃダメだよ。はい。ああ、そうだ、俺いいもの持ってるぞ。それって記録結晶？表彰式なら記念撮影しなきゃな。早く泣き止まないと
泣き顔を取られちゃうよ。あ、ちょっと待って。泣いた後だからみっともないかも。平気だって、それはそれで面白そうだし。もう意地悪言わないでください。もう少しカップを見えるように。これでいいかな。よし、じゃあ撮るぞ。はい、にっこりして。にっこり。はい。あのフィリアさん、私のために欲しいものとは違うアイテムを選ばせちゃってごめんなさい。リーファが謝る必要なんかないよ。私が勝手に選んだわけだし。それに私にとってはステータスが上がる指輪よりもカップの方がお宝だったから。それでリーファが笑顔になってくれたでしょ。フィリアさん、ありがとうございます。フィリアにとってお宝というのはレア度や値段だけじゃないんだな。そうそう、お宝って奥が深いんだよ。実はね、 SAO を手に入れたのも単なる偶然だったんだ。たまたま通りかかったお店で発見してさ、勢いでそのまま買っちゃったの。そのせいでデスゲームに巻き込まれて、きっとみんなは私を不幸だって言うと思う。まあな、偶然手に入れたとなるとあの時その店に行かなければって考えるよな。けど今の私はちっともそうは思わないよ。 SAO でみんなと出会うことができたから。辛いこともあったけどそれだけじゃない。まさに SAO は私にとって最高のお宝なんだ。フィリアさんはリアルでもトレジャーハンターですね。私もそう思うよ。お宝は人によって様々だな。さあ、リーファを応援するためにまた特訓を考えなきゃ。私も次こそは必ずフィリアさんの応援に応えてみせますからね。うん、楽しみにしてる。全力で応援するよ、リーファ。うん、二人とも本当にありがとう。就睇嚟你大佬帮你揾咗个好归宿啊。啊，应该已经系着一段啦，攞埋奖杯添啊。嗰啲上嚟都唔使喊咁严重啊，又唔系啲咩大型比赛系咪先？跟住佢都系扭亲只脚啫嘛，又唔系断咗只脚，又唔系以后冇得参加比赛啊。跟住你话咁啱嗰场系决赛，系啲唔知咩大型嘅决赛咁样就话啫，啊就话好可惜咧、啊，即系又唔系话断咗只脚以后唔参加得比赛。小型比赛小伤啊，你以后大把机会啊，可以再参加翻，唔使好似搞到咁严重咁样，系嘛？啊，睇下先啊，仲有四个啊，分分拍啊，费事拖到太长啊，系咧，下拍再继续啦，接住落。